今回の、自然のという映画の上映とそれから対談、人類の明日を悟る3回目の会に対談者として、お越しいただくことになりました辻真一さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。辻さんとそれから川口さんはもう20年来の、お話し相手というか出会われてからそれだけの年月が経っているんですが、この対談に向けてどんなお気持ちでいらっしゃるのかをお聞かせいただけますでしょうか。個人的なことになりますけど、僕は20年ちょっと前に、長い海外での十数年の生活を終えて日本に帰ってきて、まあ最初にお会いした方の一人なんですね。でそれはその日本に再上陸じゃないけど、再び暮らし始める時にもう一度その自分がこれから生きていく場所っていうのをよりよく理解したいなと思って、本を作った。その中でお会いすることができたわけです。でそれから20年経ってですね、今思うのは本当に川口さんとの出会いがその後の僕の生き方を、ある意味決定づけたという、非常にありがたい気持ちなんですね。でそこにこういう機会をまたいただいて本当にありがたいと思ってるんです。っていうのは、その自分自身のこの20年間それから大きく生き方をこの日本で、転換しそして生きていく一つのこの土台になった方と20年ぶりにですねもう一度じっくりとお話をさせていただく、そして自分自身をもう一度振り返っていくという機会をいただいたと思っているんです。でそれはまた僕にとってそうであったように、同時に今僕はずっと大学で教えてますから若い人たちと日々接していて、ますますこの20年を経てですね思いを強くしているのは、いよいよ今人類が全体として大きな転換点に立っている、大きな曲がり角に立っている。20年前にもそれは考えたし、川口さんともそういう話も、川口さんからも伺ってきたわけですけども、いよいよだなという感じを深めてます。それは言い換えれば人類が抱えている危機が一層深刻になっている。もう数十年前から大きな転換が必要だと言われ続けながら、結局それを全てそのチャンスを逃してきて、今や事態はですねもう本当にもう言葉をでは尽くせないぐらいの状況になっていると思ってます。でそこで、もう一度その川口さんからいただいた学びをね、この今のこの時代に一体どういうふうに生かすことができるのかということを、これは僕自身への一つの課題としてもう一回置き直したいし、そして特に、僕より若い世代の方々がね、この危機の時代をどういうふうに生きていくのか、どうやってこの社会の変換転換そして自分自身の転換っていうのを、可能にしていくのかということをか深く考えるきっかけにしていただきたいなと、もしもそういう意味でお役に立てたら本当に嬉しいと思ってるんです。すごい楽しみにしています。はい、僕もすごく楽しみです。ぜひより多くの方に来て参加していただけたらと思います。そうですね、ありがとうございました。